はい、じゃあこれでね、はい、1週間、はい、はい、してくださいで、うんちの数がずっと少ないんだったら、はい、1週間もしないで相談してください。しないで、しないで、はい、はい、じゃあ新しいチェック表をください。あ、これですね、はい、裏ですね、うん、裏で、はい、今日の晩からでいいですよね。はい、はい、今日の夜からでいいですよ。はい、じゃあそちらに移しますね。はい、あ、止めなくなったのは、まあそれなりに包丁の仕方を、はい、これぐらいです、うん、はいはい、だから手塗りにはしやすいし、ハンドフィーディングもしやすいと思いますから。はい、わかりました。ごめんなさい、ね、ちょっと私寝ても、あ、おいさん、おいで、あ、なんで噛むの、お前なんで、あ、なんでそういうことする、ほら、はい、おいで、あ、あ、いた、あの、こういう風なんですね、まあ、手乗りって言っても、こういう風なんです。だから、手から、はい、手からハンドフィーリングを、そうですね、まだできてない、ハウスとか言葉がわかるだけですね、うん、要するにおいでとか、そうそう、で手に乗せて食べさせてほしいんですよね。りんちゃんだいぶできるようになってるから、そうですね、はい、この子もせっかくだからやりましょう。あ、はい、だから治療しながらそういうこともね。あ、そうですね、 でも、はい、あの最悪まず治療を、薬をしっかり飲ませて、うん、治療よりもまずは私は健康チェック表をしっかりつけてほしい。あ、健康チェック表ね、うん、その上での、だって全然ご飯食べてないのに薬だけやったらかえって具合が悪くなるから、健康チェック表ちゃんとうんちが出てご飯さ食べてうんちが出てだったら薬でやってもらえればいいんだけど、ご飯食べてないのに薬だけやっとっても弱っていくばっかりですから。そうか、だから結構健康チェック表しっかりつけてほしいですよね。そうか、でも先生さっきごめんなさい、何でもグリグリ、あのさっき1週間30個ぐらいに減ってるって、私が60が、うん、でもそれを聞いて先生はやっぱり入院の方がいいんじゃないかって判断された、うん、はい、でもあのそういう1週間やっぱり私だけど無理やりは私もお預かりしかできないから、うん、いやでもあのいや違う、ごめんなさい、あのやっぱり私が見てて、うん、やっぱり30個だったのは本当なんですよ、うん、でもそういう状態だったら、だから今日私治療したから、うん、これからね、明日今日の帰ってから明日の朝まで何個出るか、うんうん、24時間じゃなくて12時間で何個出るか、うん、それから体重がどうなってるかを見てください、うん、やっぱり12時間で例えば10個しか出てないと、はい、したら24時間にしたら20だから全然少ないから、はい、そうしたら明日すぐ連れてきてください。でも今日から明日の朝前で例えば30個で出れば、半日で30個で出れば、まあ24時間で60個出ることになるから、うんうん、だからそこら辺はだからこれが大事なんですよ。鳥は半日で様子が変わるから、だからでも半日で見れないっていうんだったらやっぱりお預かり しなきゃいけないんですよね、うんうん、半日が見れないっていうんだったら、ね、じゃあ、あの、でさっき看護師さん聞いたのは、あの途中でね、治療の途中で、はい、あの寂しいから返してくれとか、それ は, あのそれはお返ししますよ。いやいや、あの違う、あのやっぱり鳥も、うん、あの私もほら治療の途中でわからないじゃないですか、いろいろ、だからやっぱり預けたら、まあ、治療をきちんとするまでは、うん、やっぱり あの入院した方がいいんですもんね。まあ、そうですよね、うん、いいなと私が思ったところで返してもらう。ですね、じゃでもごめんなさい、もうこれで買えないですから、うん、やっぱりもう入院させてください。違う、ごめんなさい、もう買えません、うん、もうやっぱりできません、あの半日を見るっていうのはちょっとできないんで、うん、1日しか見れないから、ね、どうしても1日、あの1日のうんちの数しか、うん、あの1日でのうんちの数でもいいんでしょ。だから今から明日の夕方まで何個出てるかも、うん、でもその30個っていうのをあの1週間そうだったっていうのを聞いて、うん、24時間で30個なんですね。そうです、うん、じゃあ少ないよね、うん、で 1個が大きいんですよね、きっと。まあ こういう感じです、こういうでちょっとビシャッと、だからよくないですよね、うん、だったらもう買えません先生ごめんなさい、もう入院します。そうですか、もうやっぱり心配なんで、ここまでやっぱりあのいいですよ、じゃあ手続き取ってもらっていいです、ごめんなさいね、すいで明日来てくださいね、明日ね、はい、申し訳ないです、じゃあこちらに移します、ごめんな、はい。
永田さん、ごめん、ちょっと先にさ、あれ入れて、ご飯。この子、長くなっちゃうから。ご飯と水入れて。